荒牧さんのは、将棋騎士、九段。花田長太郎九段門下。騎士番号は20。東京都の生まれ。1937年、プロ入り。主に飛車を指し、力戦長の将棋が多い棋風である。ニックネームは、海坊主。順位戦には、第一期から参加。当時六段であったため暫定美級からスタートするが、 5勝9敗で C 級に高級。続く、第2期も3勝9敗で振るわなかった。しかし、第3期の予選で3戦全勝し、C 級でも7勝2敗で1位の成績を収め、B 級に昇級。段位は7段となる。続く第4期 B 級順位戦では2勝6敗に終わるが、この期に限っては B 級順位戦で2勝を挙げれば、 高級を免れる決まりであったため、B 級に残留した。そして、第5期 B 級順位戦は、A 級小級枠が3名であったが、荒巻と加藤博二、斎藤銀次郎の3名が8勝4敗の3位タイで、終える。プレーオフは、加藤と斎藤で1回戦を行い、その勝者と荒巻とで決勝を行うこととなった。 荒牧若藤に勝った斉藤との決戦を制し、A 級八段となる。各して、第6期に、初の A 級順位戦を戦う。名人経験者の塚田正夫に勝利する検討を見せた、ものの、増田光三大山康春ら強豪の壁は厚く2勝6敗の、成績に終わり、残留はできずに1期で、B 級に陥落することとなった。 第13期 B 級二組順位戦を終えたところで引退。将棋連盟からの増球団の申し出を断り続けたという。日本将棋連盟総務部に長く在籍。達筆であることから、免状、症状の仕事を多くこなした。1993年、呼吸不全のため死去。去年78、球団の団員を追贈された。なお、荒巻の死後。 加藤一文は1998年に当初の師匠である南口、重和を逆波門し、剣持松寺門に移った。博士持ちに師匠になってもらった理由は、加藤が博士持ちと婚姻であったこともあるが、博士持ちの師匠である荒巻が、加藤と家族ぐるみの付き合いをしていた縁があったからだという。ありがとうございます。